ちは。こんにちは。あれ、もう最初から？そうだね。結構なネタいくからね。いきますか。いきますよ。まあ、はい、Yahoo ニュースでもね載ってたんで、ちょっとそこから話題持ってきたんですけれども、はい、3月22日巨人プロアマー交流戦、巨人対早稲田が試合をしまして、はい、そこで6対9で敗れました。巨人が2軍ですね。負けた。負けた。早稲田大学に。で、阿部監督が全選手に罰走、はい、罰として走らせて、向こうは勉強もしながらやってるのに、なぜそこに負けたんだということで。まあでもファームの選手も勉強だよね。それは彼らは学問という意味では勉強してるけど、はい、巨人の2軍の選手は野球という学問を勉強してるよね。勉強の途中だよ。まだね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 。ただ、まあ、内容がどういう試合だったかというと、はい、中盤まで1点リードしていました、巨人の2軍が。で、逃げ切りを図ろうとしたんですが、そこからですね、合計9四死球、12安打で逆転負け。早稲田を上回る15安打を放ったが及ばず、指揮官はこれが現実と冷静に振り返ると。で、ここからです。はい、今季の2軍のスローガンは、考える動く、いわゆる行動ですね、はい、苦しい方を選べ、迷ったらやれ、はい、この言葉通り試合後はベンチ入り全選手がポール間の間のこの往復を開始。罰走か。罰走です。そうです、はい、プロに勝って明るい表情の壮大ナインらとは対照的に、夕日に向かい汗だくで励まし合いながら必死で走っていたということで、綺麗にまとめてるね、文章的に。文章的にね。で、10本をこなした後、はい、この日登板した投手陣は4本から5本を追加、はい、指揮官は良い選手も相手に多いし見習わないと、と。向こうは勉強もしながら野球やってる、でもこっちはお金をもらって毎日必死にやっているんだと、まあ、プロとしての自覚を求めたということなんですが、はい、この記事に対してまずはダルビッシュ投手が一言、はい、無駄なランニング。ダルビッシュ投手らしいといえば、まあ、そうですよね、はい、でネットの反応なんですけれども、はい、まあ、こちらも例えば阿部監督が実力ないことを表しているという、ちょっとなんか手厳しいようなね反応もあれば、いやいやと、実力がない選手なんだったら根性をつけるしかないんだとか、まあネットでもまあ賛否両論ある。なるほどね。はい、ということで、ゆうとさん、まずこの、まずは罰走なんです、これについて。どう、罰走。はい、罰走は良くないよね。いや、感情的だったら良くない、やっぱ論理的だったらいいけど、感情論で走らすっていうことはやっぱり良くないと思うよ、俺は。まあ例えばさ、はい、家庭の教育でもさ、はい、子供に叱るときに感情で怒らないよね、普通。やっぱ論理的に怒った方が子供にとっては心に響くという、はい、いうことでしょ、うん、だから感情で走らせた罰走であるんだったら、まああんまり意味はないよね、ダルビッシュが言うように。うん、だから例えばもう走りたくない、これで負けたらまた走らされる、だから投げなきゃ、だから抑えなきゃっていう風になっちゃうんです。ただね、その前に技術がなってないよね。球四死球を出すっていうのはもう何を教えてんだっていう話になるじゃない、もうそもそもが、うんうん、だってさ、ピッチャーだって四球をフォアボールを出したくてマウンドに上がってるわけじゃなくて、うん、勝負しに上がっていってるわけでしょ、はい、それが球四死球を与えるっていうのはもう技術はないというふうに思うしかないよね。そうですね、もう精神面ではなくってことですよね、技術ってことですよね。技術、まあ精神面も含めてだろうけど、うん、だからそういうものがないということだよね。だからしっかり教えなきゃ、もっと。それと、お金をもらってるって言っても、はい、2軍の選手はお金をただもらってるだけで、プロの選手ではまだないよ。自覚はあるにしても、だって見に行きたい選手じゃないでしょ、ファームにいる時点で。そうですね。だからそこら辺はやっぱこう、しっかりお金を取れる選手にするんだったら、まあ、心技体、やっぱ揃えてあげなきゃいけない。だからまあ、新之助のやり方とすれば、心を鍛えるという意味ではね、罰走ということを課したのかもわからないけども、それはやっぱちゃんとした説明があったかどうかだよね、うん、選手に対してのですよね、うんうん、じゃないと選手は、じゃあこの走りが一体何のための走りかっていうのが気づけないまま、うん、また次のマウンドにこう上がるっていう。そうだね、うん、まあプロってプレッシャーがかかるから、そういう負けたら走らされるとか、そういうプレッシャーというのは大事なのかもわからないけども、うん、どういう意味合いかっていうのがさ、この記事だけじゃわからないから、はい、まあ安易には言えないけどね、うん、選手がどのぐらい意識を持って走ったかだよね。そうですね、うん、だって俺だって現役の時さ、罰走とかあったよ。現役で一軍であったんですか？
あったあった。え、何をしてるの？いやいや、だから一軍の試合で負けるっていうではなくて、はい、なんかでいろんなことであったよ、罰走っていうの。あったけど、何の意味を、なんでやねんっていうのが最初。どんな気持ちで走ってるの？なんで走ってんだろうみたいな。何やねんこれ。でも一応走ったんですね。ブツブツ言ってた。あ、やっぱり。うん。身になってました、その後それは。ならないよね、多分。うん、ただやっぱこう目的としてさ、はい、自分でやっぱあここは走っていた方がいいなとかさ、うん、だからその負けたから走るんじゃなくて、うん、自分を鍛えるために走るんだったら、うん、それは意味を持つけどね。あ、その足腰の強化とか、うん、だからやっぱり人間ってさ、強制されることが一番嫌じゃない。で、強制されて身になることってほとんどない。やっぱり自分が考え自分で行動するということが一番身になることでさ、やっぱこう走るにしても感情じゃなくて論理的に言えたかどうかだよね。そこの説明がですよね。説明が、うん、そうですよね。例えばピッチャーの下半身がまだ全然キャンプからやってきても出来上がってない、うん、そのためのコントロールの乱れだったら、いやお前らだからコントロール休止式も出したんだよって、だからランニングをしようって、うんうん、ね、で言うんだったら話は分かるけど、ただ単に感情でお前らお前負けたんだからすべえって言うんだったら、俺は反感を買うだけだと思うけどな、俺は。そうですね、選手の中からっていうことですね、うん、あとこういう場合って、まあ、安倍監督がこう選手にそう走れって指示出しましたけど、で今二軍の投手コーチって杉内選手がコーチじゃないですか、はい、その後やっぱその杉内投手が例えば選手のフォローだったり、こう個別にここがいけなかった、あれがいけなかった、まあ絶対するよね、うん、それは絶対するし、まあ新之助もそうやってて、うん、やっぱりあのフォローはすると思うよ、うんうん、だけど感情でやったっていうんだったら、うん、チームがねちょっとおかしくなると思うんだよね。そうですね。じゃあ太陽時代にその罰走あって日本ハムに移ったからって日本、まあ期間少ないですけど、いや日本ハムの時ベテランだからさ、もうあ、もうないですよね。罰走はお前が走っとけっていう感じ。逆に言いますよね。何の罰走やねん、残念な方が言いますよね。言うよ言うよ。何が忘れなんだお前、ええ年こえてみたいな。そうですよね。若手だからですよね。若手だからね。そうですよね、うん、いやだからそのダルビッシュ投手ってやっぱこういうのってすごくアメリカな的なで、世界もこういう今基準じゃないですか、うん、無駄な論理的なこと無駄なことをこういうふうにはしないっていう、うん、日本ってだからね、うん、一つ考え方なんだよ、はい、だから無駄なことって思えば無駄なことだし、しんどいことなんだけど、うん、これが自分の一つのその身になることだっていうふうに考えを置き換えれば無駄なことじゃなくなるし、だからそこにはやっぱこう大人としての説明が子どもたちにはいるっていうことだよね。だから選手がすごくクレバーな選手で、いやもう悔しいと、あ、だから次の登板は何が何でも抑えてやるっていうふうなマインドチェンジをこれですればいいんですけどっていうことですよね、うん、だからまあ走ったからってすぐやって簡単にはできないよ、うん、これはね、うん、やっぱ積み重ね、走って精神力を鍛える、うん、これもやっぱ継続だからさ、うん、つながってずっと毎日行って初めて気持ちが強くなるし、うん、だから負けて走らせたからっていきなりは強くならない。ただ、うん、プロとしての自覚、そこをどういうふうに求めたかって言ったら、新之助は走ることによって求めたんでしょ。あのよくほら秋季キャンプの走り込みきつかったとかあるじゃないですか、うん、そういう走り込みとこの罰走の走ることは全く意味が違うということですよね。同じそのもう体をこう痛めると痛めつけるというか、追い込むっていうのとはまた全く意味が違うよってことですよね。だからネット民もあれだね、うん、厳しいコメントがあるね。安倍監督が実力ないことを表してるって、いや表してるんじゃなくて、うん、やっぱね、新之助も何ヶ月しか経ってないでしょ。で、若いでしょ。星野さんの時なんてあったよ。何やったんだーって、フォアボール出しただけで殴られたとかさ。いや、あるよ、あるあるある。やっぱりさ、うん、感情でこう、やっていくとかさ、うん、そういうことっていうのは、一つ大事なことかもわからないし、うん、まあ、新之助も、いきなり、あの成績を上げたから、監督に就任して、じゃあ全てができるかって言ったら、やっぱ勉強だからできないですよね。できない。誰でも、うん、で彼は多分この走らせたことを絶対今は正しいと思ってると思うし、うん、今言ってもダメだよね。それって例えばいろんな経験を積んで、そうだよ、何でもそうだよ、うんうんうん、だからそうじゃない、
人間の過程って。あ、そうですよね。そうでしょ、はい、だからいきなりさ、うん、その能力がないとかそんなことは思わない、うん、彼が能力は確かに持ってる、持ってると思うけど、これから何かというと伝え方だよね、うん、それを勉強した方がいいかも。言葉だったりとか、言葉だったり、うん、やっぱりこう指導者って、うん、まあ、学校の先生もそうだけどさ、やっぱどの言葉をチョイスするかっていうのさ、大きな問題があって、同じダメでもなぜダメなのかっていうダメな言い方っていうのがいっぱいあるじゃない。その何をチョイスしていくかっていうのはやっぱ学校の先生って大事で、やっぱもう先生みたいなもんじゃん、監督もコーチも。だからその言葉、話術、そういうものをやっぱこう巧みに勉強した方がいい、巧みになるように。そうですよね、うん、どうやれば相手に響くか届くかっていう、で心をこう震わせてこう突き動かすかっていうところですよね、うん、だからまあ面白いね、いろいろ賛否あってそうですね、うん、でやっぱりダルビッシュ投手がこういう記事を見てね、ダルビッシュの気持ちも分かる、うん、本当に分かるし、うん、まあ、新之助が感情的に動いた、うん、まあ、年齢的なこととか、うん、そのアマチュア、うん、ね、あいつら学問をやりながら、うん、お前たちはプロなんだろうっていう感情的になったと、許せないというね、うん、でもそういう熱さがある監督がいてもいいんじゃないかと思うよ。それは走らせるか走らせないか別としてね、うん、そうやってカーッとなって真剣にその勝敗に対して言えるっていう、うん、行動に移せるっていうことは、その熱さは俺はなくしてほしくない、ね、そうですよね、うん、うん、それはすごい思います。あとは言葉だな、ちょっと今日は顔見せてなかった。いや、そうですよね。ていうか今日はそんな被るところなかったね。いや、あるんだよ、なんか俺は。なに、たまには被りたい。被りたい、被りたいだけ。被りたいだけ。顔の方に被りたいってことですね。そうそう、こっちはちょっとね、むくんでんだよ。飲みすぎですか。飲んでないよ。大丈夫、このご時世で飲んでるやつも気が知れない。家で、家で。あ、家で飲まない。家飲みしないから。うん、強いですね、肌強い。なんか、ま、そう、うん、なんかマスク被ってた方がいいのかもしれないですね。まあ、でも、うん、こういう厚さとかね、うん、それで意見を戦わせる、はい、まあ、いいと思います。そうです、 AI じゃないしね、やっぱ人間だし、はい、はい。